雪国のソーラーパネル、終わる、ガネットではない。内容はこちら。雪国のソーラーパネルが終わってしまったようです。では、岸真一さんのツイートより内容を見てみましょう。岸真一、雪国の太陽光。ちょっと雪が降るとこんな感じです。場所と粘土は違いますが、重みで壊れた太陽光パネルです。これはひどい。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これでどうやって発電しろと。この現実を見てから言ってほしいです。雪が積もった状態のソーラーパネルって、虚無だよね。雪や曇りの多い雪国で、ソーラーパネルはないです。雪国でのソーラーパネルは、金輪際不要ですね。次はこちら。ガラクタですな。すべては産業廃棄物。営業の口車に乗った結果。そしてチャイナのパネル屋が儲かる。ガラクタでも営業の口車に乗ってしまうのでしょうね。次はこちら。森林伐採という環境破壊を起こしてまで太陽光の当たらない太陽光パネルを増設する異常さ。流れとかパネルを設置する前に比べて発生率増えませんか？土石流であれだけの被害があったのだから心配です。流れも起こす環境破壊だね。流れ起きそうだね。まさしく、異常の一言ですよ。最後はこちら。太陽光パネル、CV 小泉進次郎。雪が重すぎて発電できない。小泉ポエム見てるか。で、太陽光発電のメリットは何？あったら教えてほしいなと思うけど。小泉進次郎氏は、この異常な光景を見て、どのように感じるでしょうか。結論。政府も環境省も相当な利権が絡んでいるのかどうかわかりませんが、こんなデメリットだらけのソーラーパネルを推進しているのですからね。政治家も官僚もこの惨憺たる光景をしかと頭に焼き付け、ソーラーパネル推進を見直すようお願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。